まあ、始まってます。始まってます。はい、全日本全国土協会の皆さんどういうこと。今から7月23日オープンのストアリーに招待されたのでご招待いただいたので、私 YouTuber リグゴット全身全霊の紹介を今からレビュー紹介したいと思います。っていうのは嘘なんですけど、まあ、朝、7時、まあ、8時ちょうどぐらいに C に着いて並んで、8時20分にパスポート通して入って、で、8時20分の時点でパスポスが今7時10分から8時だったんですよ。で、そこから歩いてソアリンどんぐらいだろうって見に来た時にはもう10分ぐらいで、もう8時半の時点でもうパスポスはもう切れてました。で、昨日はなんか昨日からソアリンのスニーク始まったみたいで、昨日は2時とか3時とかにはもう終わってたらしいんですけど、今日は夜まであるみたいなんで、私インフルエンサーなんでこれからみんなにいち早くソアリンの情報をお届けしたいと思います。あの今日ちなみにこれ撮った後にあのソングオブミラージュのやつも撮ったんで、後で動画載せます。めっちゃ楽しみ。めっちゃ綺麗。こちらですね。こちらモチーフになっているのは、あの1990年代の江戸時代の日本をモチーフにされておりまして、まあ、時代は、まあ、徳川政権が、まあ、崩壊し始めた頃かなとは思っております。何絶対ちぎれちゃった。今からソアリに乗るんで雰囲気から入ろうと思ってね、買っちゃいました。ラブラブカップルに見たいんですよ。ほんならちょっくら行ってくる。カモン。あ、使えないですか。一人は普通に持ってる。一人は見て、ホットスマブラ。レタスがシャキシャキ。見て、ほら、これはトイストーリー3で出てきたロックショックバレル、ボーピック。あら、こんなところに、こんなところに美味しいチョコレート。なんて言ったら叩かれるんだな。すごい新築みたいな匂い。やば、ちょっと取っとき。超新しい。いろいろもうもうやばいから。ね、変わってきて、なるほどね。やばいね、やばいね、来ちゃったんだよ。中世ヨーロッパの時代に来ちゃったんだよね。これって一度復活されてるんだよ。これ俺の実家、こんな感じ。マジか。マジ。ハブ。めっちゃ楽しいだね。めっちゃやばかったよね。やばかった。てか過去一やばかったよね。最後超泣いた。最後もう感動だよね。まさかの展開。ていうかもう絶対ね、裏切られる。帰ってきました。ソアリンの感想を申し上げたいと思います。ディズニーね、感動ですよ。本当に乗ってもらいたい。まあ言うなら、キーワードは、裏切り。そして、灯火。そして、感激の3種類ですね。まずどういうアトラクションかっていうと、ホーンテッドマンションみたいな感じだったよね。
なんか部屋に用意されて、そのアトラクションの説明されて、でいざ移動みたいな感じで、そのホーンテッドマンションもなんか部屋が動いているのか、これとも何という錯覚かっていうのがもっとやばくなったバージョンだよね。本当に部屋に入ったら、ね、絵がたくさんあるから、それをめっちゃ見てほしい。もうこの絵はこうでこうでこうで、絶対に騙されるから。で入ってアトラクション乗って、そこでもちょっと注目してもらいたいのが、これどうなるんだろうって予想してもらいたいよね。座ったはいいけど、どうなの、あれあれあれってなって、でなんかナナはハリーポッターなんてって言ってたけど、なんかそれとは違かったんでしょ。違う。そうだからね、すごかった。もうなんかまず最初の説明の時からもうみんな拍手すごかったよね。本当にもうアトラクション始まってないのに、なんか、ね、私はなんとかみたいな時の時からもうみんなでもなって、みんなすごいすごいすごいってなって、アトラクション始まったらもう始まった。これでやってる途中もわーわーみたいな、綺麗と思って終わった瞬間もモナナなんて終了後隣の子は泣いております。感動のあまり、もうマジで感動した。絶対見てほしい。今までのアトラクションの中で一番好き、ディズニーシーに行ったら絶対に乗りたいアトラクション、ってことで買いました。本日のポイントこちらです。ソアリンのヌイとソンゴミラージュのヌイ、ソンゴミラージュはまた今度違う動画で一緒ですね。はい、ではヌイバたちを、ニューヌイバたちをここに通します。平成29年4月29日じゃあ今日はこの動画で終わり、ん今日はこの動画で終わりです。今日はこの動画で終わりです。今日の動画はこの終わりです。それでは皆さん、また明日お会いしましょう。ではさよなら。